オリン TV をご覧の皆さん、こんにちは。スムレーの太田とスーパースムレーの小野塚です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回は10月ワインの定期便。10月の5本。そう、5本、5回金曜日からで5本。素晴らしいですね。いやね、僕ね、自分でこのコンセプト決めてね、なかなかきつい。5本はなかなか、ね、厳しいかもしれない。なのでちょっと来年からですね、このコンセプト変えます。あまりにもきつすぎる。なので、あの、月4本ということにさせていただきますので。4本で美味しいワインを飲んでおります。でもね、言うてね、まだね、あとね、1回ぐらいね、5本の月があるんですよね。11月とか、12月。まあ、とりあえずだからね、頑張んなきゃいけないなっていうふうに思っておりますけども。あ、ぜひね。もう今年も終わりだ。そう考えちゃうと。もうないっすよ。2021年、コロナでやられた年でございましたけど、はい、2020と21と。でもオリンピックもありましたね。まあ、そんなこと言っても仕方がない。さあ、10月のワインはですね、はい、ワインインスタイルさんと、コラボさせていただいております。ワインインスタイルさん、ワインインスタイル、ユナイテッドステイツオブアメリカですね。間違いない、はい、アメリカワインの、まあ、強いインポーターさんでございまして、はい、アメリカワインが4本、あ、4本か。そうで、アルゼンチンが1本入りますので。アルゼンチンが1本入ります、ね、はい、そんな感じでございます。ということでですね、まず第1週のワインをご紹介させていただきます。こちらでございます。はい、ですね、イントゥカベルネソービニョンロダイでございます。2017年でございます。お値段は2090円、税込み、込み税込み価格2090円でございます。なので、そうですね、1990円で1900円で、はい、なかなか売られているワインですね。割と購入しやすい。そうです。まあね、これね、僕ね、どこでね、初めて飲んだかもね、覚えてるんです。深海で、どこで深海だったかって。あ、深海の場所を覚えてるんですか。それくらいね、ちょっとね、非常に、あ、これいいなと思ったワインでございますし、うん、これね、ピノも美味しい、うん、このシリーズが美味しいですよ。そうなんですよ。で、そもそもね、これジンファンデルを作ってる。はい。で、イントゥジンっていうのがあったんですけども、まあ、ジンファンデルもいいんですけど、今回やっぱりね、カベルネがなかなか良いので、はい、カベルネにさせていただきました。イントゥカベルネのキャブですね。そうです。キャブ、イントゥキャブでございます。イントゥは何かにこう、なんだろう、夢中になる。おっしゃる通り。ほら、さすが先生。お返しください。ということでですね、カベルネに夢中になっていただきましょうと思います。はい、ちなみにこれね、第4週はイントゥのシャルドネが出てきましたので。最高ですね。じゃあシャルドネに夢中に。そうです、そうです。もう皆さんね、夢中になっていただこうと思いまして、今回はそうさせていただいております。うん、じゃあ、飲みましょう。これ美味しいですよね。ね、ちょっと、今度、ね、こう。均等にさせていただきますね。10月になったらやっぱりこう食事もね、秋メイキングというか、そう、しっかりしたね、お食事がね、出てくるんじゃないかなっていうふうに思ってきますので、お、まあ、やっぱりこう寒くなってくると、どん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 しっかりしたワインを皆さんね、お飲みになるかなと思いまして、今回ね、赤多めでテイストガラッと変えてます。キャップっていうのがまたね、お手軽で。そうですね、スクリューキャップでございます。いいですね。では、ちょっといきましょう。まあ、しっかりした色合いでございますね。これでも鮮やかじゃないですか。そうですね。なんか、これでもかっていう濃いわけじゃなく、うん、ちゃんと薄めっていうか、エレガントな色合いにしますね。では。ああ。アメリカ。で、香りから、あ、カベルネだねってやっぱ思っちゃうね。うん、ちょっとあの、ミントっぽい、青い感じのします、ね、うん、そう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 。ああ、いいじゃない、うん、でもこうボリュームというか、太陽のたっぷりになったような香りが、さすが先生、失礼しました。やっぱりこうカベルネ好きとしては、カベルネ好きとしてはやっぱりでは一応行ってきましょうか。うん、やっぱこれにしてよかったね。美味しいですね。うん、うん、しっかりとして、これね、適度に冷やしてください。さすがに常温、まあ、10月上旬の常温だったらまあ22度ぐらいかな。そうですね、うん、もうちょっと下げて15度ぐらいから飲んでいただければ、うん、非常にこうボリュームがこうキュッと引き締まって、うん、それがどんどんどんなんかマッチョになっていくような感じになっていきますので、ぜひ最初は、冷蔵庫で冷やしていただいて、それで飲んでいただければと思います。果実味たっぷりですね。果実味たっぷりだね。さあ、これ何言わせようかね、うん、やっぱちょっとお肉食べたくなっちゃいますね。うん、食べたくなるね。
すごいしっかりしてる。いや、いいと思います、はい、これはうわかなり味付けしっかりしたやつを食べたくなるので、うん、さあタレっぽいのが欲しいな。僕たちがどんな食事に合わせるのか、ぜひね、次の動画もご覧いただければと。マリアージュ会で、マリアージュ会がございます。それはぜひご覧ください、はい。いつもですよね、あのマリアージュ会でやってたソムリンポイントをね、今回はここでつけさせていただきたいと思います、はい、ではいきます。ソムリンポイント、せーの、 3.1 でいきましょう。いやうまいですね、2000円、うまいね、2000円ってところです、これだったら。ぜひね、あの本当に温度がこれは大切になってきます。あのキュッとした方が絶対的に美味しくなりますので、うん、ぜひ温度を冷やして、温度を冷やす、おかしいね、ワインをきちっと下げて、まあ、冷やしていただ、ワインを冷やしていただいて、はい、ぜひお飲みいただければと思います。じゃあどんなところでワイン作られたかちょっと見てみましょう。はい、カリフォルニア、カリフォルニア、サンフランシスコですね。で、こちらがセントラルバレーですね。セントラルバレー、セントラルバレーです。セントラルバレーにありまして、ちなみにね、ナパはここです。上がナパですね。こちら上がソノマか。はい、こちらがソノマです。ナパです。セントラルバレーここです。で、ここの少し内陸、ロダイっていう場所ですね。で、ですね、ここね、オークリッジワイナリーって書いてあるんですけどね、これね、オークリッジワイナリーっていうのが大きいところでございまして、うん、そこの、まあ、また違うサブブランドで作られたのがこのイントゥーなんですね。オークリッジのイントゥーか。そうです。ちなみに、あの、イントゥーのサイトないのかなと思ってですね、こう、ボトル集見てるとね、www.intovineyards.com って書いてあるんですよ、うん。それをね、入れたらですね、オークリッジのサイトに飛びました。バッチリ。バッチリオークリッジでございました。でしたね、ばっちりお送りしてくださいましたね。ではここですね。よっと、まあ、じゃあとりあえずじゃあお送り結構これ大きいんじゃないですか。大きいと思いますよ。うわうわ、もう全部ワインだね。すごいね、なんか何これ、なんか見たら面白いですね。あ、バレースプリングって書いてある。うん、おー、これもう明らかに、え、こんなでっかいの？それはもうすごい、日本のビール工場行った時みたいです。うわすごいね。あ、でもこれはオークリッジだね。ほら、テイスティングルームって書いてありますもん。小さい。あ、でもこの中に繋がってるのか。そうですね。お、いける？いや、さすがにいけないよね。なんかこれでかいよ。すごいですね。ちょっと一周してみようか。一角がじゃあ全部。そうっすね。あ、ほら、オークレッジワイナリーって書いてある。テイスティングルーム。でかっ何この工場じゃん。工場ですね、これ。はぁ、後ろも。何がこれ入ってんのって、ちょっと聞きたくなるね。さすがにこれ以上先にはいけない。ここはまた全然違うところですか？それとも。多分違うんじゃないかな。よーっと。でも、あ、その。違うのかな。うわ、でもまあまあこれ全体がオークリッジワイナリーですよ。すごいな、なかなかすごいですね。これここにあるのはもしやビンヤーズじゃないですか。ビンヤード、ちょっとじゃあこの辺りだね、うんうん、はい、ビンヤーズ。全部ブドウですね。これはブドウでございますね。もっさもさじゃないですか確かに結構葉っぱ取らないんだね。取らないですよ、サスティナブルだね。てかこのストリートビュー古いぞ。そう、2007年だよ。あ、ストリートビューで2007年はかなり古いよ。へえ、こんなところで作られているようです、ね。もしかしたらもう少し工場とかも綺麗になってるかもしれないですね。さあ、ということで今回は、はい、インテゥのカベルネソービニオンロダイをご紹介させていただきました、うん。ああ、美味しい。果実味がキュートですね。キュートだね。ぜひね、キリッと15度ぐらいにまず冷やしていただいて、うん、それからどんどん開いてくるその感じを楽しんでもらえばいいかなというふうに思います、うん。お値段は2090円、税込み価格ですね。それに、うん、ソムリンポイント3点1点とさせていただきました。きちっと冷やしてください。いや、これまた食事と楽しむのは楽しみですはい、じゃあまた次回の動画でですね、どんな食事を合わせたか出させていただきますので、ぜひチャンネル登録といいねのほどもよろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあ。